サンテレビのポップアップショップおっさんの店で明日発売のその名もおったわたんグッズいいインパクトのある黄色いタータンチェックのポーチやハンカチ、そして持ち運びもしやすいペンケース、メガネとヒゲがおしゃれにデザイン。実はこの商品、元町6丁目商店街とのコラボレーションで誕生。共同開発したのは元町6丁目商店街にある革製品を製造販売するスタジオキーチ。キーチさん、やっぱりご存知ですね。ね、有名ですよね。代表の片山喜一郎さんがオッタータングッズをデザイン製作。サンテレビさんでやっぱり黄色、それをベースにしたなんかタータンチェックできないかなというので企画しました。やっぱりこだわったのは素材がありまして、で、まあ、播州織でやっぱやりたいなって思いがあってですね、糸の染色から生地を織ってても一からの製作だったので、そこがまあ時間かかったかなと思います。本当こういった商品きっかけに、なんかこう皆さんに明るい話題をこう発信していけたらなと思ってます。そしてもう一件コラボ商品を発売するのが、創業148年亀戸総本店。瓦せんべいからバターサンドまで、およそ30種類のお菓子を販売しています。こちらのコラボ商品は、自慢の瓦せんべいをオッタータンハンカチでくるんだ、なんとも可愛らしいコラボグッズ。中には瓦せんべいが入っていて、なんとおっさんのマークが。可愛い。さらにスタジオキーチ製作のチャームもついて920円なんです。一緒に地域を盛り上げていけたらいいなという思いで、商品をちょっと作ってみました。オッタータンのハンカチと、スタジオキーチのチャームと、おっさんの瓦せんべい、この3つのアイテムが1つにギュッと詰まっているので、おしゃれな人向けのギフトにおすすめです。オッタータングッズは明日から発売です。